ハレリア、アメン。アメン、こんばんは。皆さん、ハレリア。こんばんは。残暑が続きます。皆さん、お元気ですか？今日は8月29日ですね。8月29日。いよいよ、あと2日ですね。あと2日で、9月です。3日って言った方がいいのかな？ 2 日と言ったらいいのかな？あと2日で9月です。ダヨンさん、ハレリア。9月は 9月。9月は9月。はい、第3、ハレリア、アメン。いよいよというからリバイバルかと思った。そうですね。9月にリバイバルが起きるかもしれません。ね。10月かもしれません。11月かもしれません。12月かもしれません。リトルさん、カツノコさん、アメン。リバイバルが近いと思います。今年かどうかわかりません。小太郎さん、ありがとうございます。リバイバルが近いのです。私たちには希望があるのです。私たちには、大きな大きな目的があるのです。私たちは本当にですね、待ち望んでるのです。熱く燃える理由があるのです。熱く燃える理由があるのです。日本に神の国が来るのです。日本に神の国が来るのです。たくさんの人が悔い改めて、たくさんの人が悔い改めて、イエスキリストを信じて、クリスチャンになるという、素晴らしい時が来るのです。素晴らしい時が来るのです。リトルさん、近所のおばあちゃんにご飯を分けてきました。アメン。素晴らしい。皆さん、私たちは熱く燃える理由があるのです。熱く燃える理由があるのです。私たちは素晴らしい、ビジョンがあるのです。ビジョンがあるのです。日本が変わるというビジョンです。日本が神様の憐れみを受けて、今までイエス様を拒んできた日本が、開かれて、イエス・キリストを受け入れる国となるというビジョンがあるのです。そしてそれが間近だということで、私たちは本当に、期待します。第3、アメン。私たちは本当に大きな希望があるのです。希望に燃えることができるのです。そして私たちは一日一日近づいているのです。一日一日そのリバイバルが近づいているのです。再臨が近づいているのです。神の国が近づいているのです。神の国が近づいているのです。皆さん、皆さんがこの部屋に来てくださることは本当に嬉しいです。なぜかというと、ニコ生でですね、リバイバル言ってる放送ってほとんどないと思うんですね。もうリバイバルと、多分ニコ生の、放送今いくぐらいあるんでしょうね。3000ぐらいあるんでしょうか。4000ぐらいの放送の中で、リバイバルと言ってる放送はこの放送だけだと思うんですが、テレビでもラジオでもリバイバルなんていうことは言わないんですが、この放送ではもう、リバイバルと言います。そして、アメン、カズノコさん、アメン。私たちは、このリバイバルこそ、日本の救いと考えます。リバイバル、一番偶像崇拝言ってる生主リバイバル偶像崇拝がこの品質単語の放送そうですね、リバイバルと偶像崇拝が品質単語多いでしょうね。リバイバルって言葉はここで初めて聞いた。リバイバルね、そうですね、カリスマだけなんですよ。カリスマだけがリバイバルと言いましてね、他の宗派でほとんど言わないですね。テレビで問責決議ばっかり言ってます。問責決議ね。はい、皆さん、大事なことは何かということですね。私たちも大事なことに目を留めましょう。多くの人は、
大事じゃないことに、目を留めます、大事なことに目を留めましょう。大事なことは何なのか、大事なことは何なのか、大事なことに目を留めましょう。リバイバルがクリスチャンの目的です。アメン。リバイバルが、クリスチャンの目的です。主の祈りとい う祈りがあります。主の祈り、皆が崇められますように、ね、神様の皆が崇められる、イエス様の皆が崇められると言ってもいいでしょう。御国が来ますように。御国というのはまさにリバイバルが来るという感じですね。神の国が来る、これがですね、この主の祈りです。天で、御心が行われるように、地でも行われますようにという。御心というのは神様の心ですね。神様の心が天で行われているわけですけれども、この地でも行われますように。まさにリバイバルというのは、主の祈りの最初の3つの神様に対する祈りの成就ということですね。つまりリバイバルを祈るということは、主の祈りの大事な部分を祈っているということですね。リバイバルというのは、皆が崇められて、御国が来て、御心が地で行われることなんだということですね。はい。それではですね、今日のタイトルいきますけど、今日のタイトルはですね、実施遺族はこんなにも苦しんでいるんだということで、これはある方がですね、あのブログを教えてくれたんですね。で、そのブログが、自死遺族のブログで、これを読んでですね、自死遺族がすごく苦しんでいるという状況を見ました。神の国とその義をまず第一で求めなさい。ここで伝道放送しているということはですね、この若い人たちがニコ生にいます。10代20代若い人がたくさんいます。で、その若い人たちに自殺はダメだよ、自殺しちゃいけないということを、まあ、伝えたいというのも目的の一つですね。伝道が目的ですけれども、伝道だけじゃなくて、その自殺防止ですね、自殺防止のための伝道放送でもあります。君は愛されるため生まれたという歌ありますよね。よく歌ってますが、あの歌はですね、自殺防止の歌なんですね。自殺防止の歌ですね。皆さんは愛されるために生まれた、そのイエス様のために、イエス様に愛されるために生まれてきた。もう一回歌って、ですから皆さん、私たちはですね、イエス様に愛されるために生まれた、だから自殺しちゃいけないんだよということですね。それでですね、こうやって伝道してますとですね、賛美コーナー、こうやって伝道してますと、死にたいです、どうしたらいいですかとかいうですね、チャットも飛んできます。で、私はね、死んじゃダメです、死んじゃダメですと言ってですね、いつも励ましたり慰めたりしてきました。死にたいってね、こう来るわけですね。で、死んじゃダメですって、もう一生懸命、説得したり祈ったりしてですね、自殺防止しています。自殺やめた人もいると思いますし、ダメだった場合もあると思うんですが、今まで、もうたくさんの人のために、そういうことをやってきましたけども、本当に、ある意味ではこの死というのは、非常にこの命と死というのはキリスト教のテーマでもあります。サタンは人間を殺したい、サタンは人間を殺したい、そして、イエス様は人間を生かしたいということですね。人間を生かしたい、私たちは、死と命の戦いと言ってもいいかもしれません。霊的戦いっていうのは、生死の戦いで、命と死の戦いと言ってもいいかもしれませんね。私たちは、
この人々が生きることを望む神様の立場にならなきゃいけない。よくですね、ネットとかニコ生で、こう死ね死ねという悪コメを打つ人がいますけど、あれはまさに悪魔が人を殺すための言葉、人を殺すための言葉で、言ってはいけない言葉ですね。言ってはいけない言葉。死ね死ねと言って死んだ人が本当にいると思いますよ。まあ、統計取ったわけじゃないんだけど、あの死ね死ねという言葉で本当に死んじゃった人がたくさんいると思いますよ。ですから決してそういう言葉を言ってはいけません。ね、サタンの言葉ですね。サタンの言葉。決して言ってはいけない言葉ですね。むしろ、ね、生きなさい。死んではダメだ。ね、生きなさいと言うべきですね。私たちは生きなさい。死んではいけませんと言うべきです。みんながそう言うべきですね。サタンの味方をしてはいけません。ね、サタンの味方をしてはいけません。イエス様の味方をしましょう。イエス様の味方をするんですね。では、早速ですね、そのブログを紹介しますのでね、そのブログはこれなんですね。これがそのブログなんですけど、そこにちょっとですね、こういうことが書いてあるんですね。どこだったかな。ですね、下の方ですね。ここですね。愛する人の死を超えることなんて絶対にできないという言葉がありましたね。それから、これはお兄さんのブログで、弟さんが死んだんですけど、弟だってダメなところはたくさんあったし、生きてるときはなんでこんなダメなやつなんだって何度も怒ったことがある。でも今はそんなダメなところすらも愛おしく思えてしまうし、怒ったことすら悩み、当時を振り返り自己嫌悪になってしまう。こういう思いを背負いながら、遺族だったり周りの人はこれから生きていかなければならない。きっと今は幸せだよね。あっちの世界から笑って見てるだろうね。亡くなったのは辛いけど本人は喜んでるはずだよね。きっと今は楽しい時間を過ごしているはずだよね。何度も何度も家族でそう励まし合っている。そう言い合うことで後悔という気持ちを和らげ、少しだけ気楽になれる。それから、考えてみれば、悲しみの度合いを比べるのは人それぞれなので難しいことだが、悲しむ時間は長く生きる私の方が長い。こんな悲しみを背負って何十年も生きていかなければならないのか。これからの人生を想像して苦しくなった。人によって考え方は様々だと思うが、愛する家族を失った遺族の苦しみはとても想像できるようなレベルではない。弟は何のために生まれて、何のために生きて、何のために辛い思いをして、何のために悲しみを覚えて、なぜこんな思いをする羽目になってしまったのか。今はどこにいるのか。今は何と思っているのか。今は苦しんでないのか。という弟の心配。そして、私はなぜこんな辛い思いをしなければならないのか。私の家族が一体何をしたのか。私がどうすればこうならなかったのか。助けることができたのではないか。あの時あの言葉をかけてやれば助かったのか。なぜあのようなことを言ってしまったのか。もっと優しくしてあげればよかった。今許してくれてるのだろうか。という自己嫌悪。こんなことを毎日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 考えてしまう。この悲しみはいつまで続くのだろうか。いっそのこと弟の記憶を消す方法はないのだろうか。
そうですね。あとはどこだったかな。はい。ここちょっと読んでみましょうかね。弟のことが頭を締め付けてきたので、そのままベッドに転がり込み、弟がもし生き返ったらどうなるんだろうと目を閉じながら想像してみた。まずは男だから照れくさいが、ぎゅっと抱きしめてやるんだろうな。そして両親のもとにサプライズとしてびっくりさせてやろう。そしたら両親は泣いて喜ぶだろうな。家の中は大騒ぎになり、親戚中に電話するんだろうな。そしてその日は弟が好きな料理を用意して、お酒を飲んで眠くなるまで、倒れるまで話し込んで、次の日はドライブで富士山に連れてってやろう。好きなところ全部連れてって、海外旅行とかでもいいかもな。帰ってきたら兄弟で一緒に住んでもいいな。俺がお金を出すから、もう家にずっとして、好きなことをしても一切怒るのをやめよう。毎日食べたいものを食べさせてあげて、四六時中一緒にいたいな。そしてずっとやろうと言っていた自営業なども一緒にやろうな。結婚したらどうなんだろう。俺も、元を離れるから寂しくなるな。あいつはお金を持ってないから、俺が必死に働いて新居を作ってやりたいな。弟に子供が生まれたら何よりも大切な宝物として可愛がってあげよう。年取ったら臭いおじさんとか嫌がれるのかな。それは嫌だな。そして俺は弟の幸せを見ながら生涯を全うするんだろうな。いいな、そんな人生。普通のことなんだよな。生きてさえいれば誰にでもできることなんだよな。そんなことを妄想し、ふと我に帰り、周りを見たら、当然だが部屋には私一人。これが現実だよな、と思い、深いため息をついた。早く弟に会いたいな。まだ、この、たくさん続くわけなんですね。そうですね、家族で一人の人が、死んだ、まあ、自殺だけじゃなくてもですね、まあ、事故でも病気でも同じかもしれません。一人でも死んだらどれほど、その大きな悲しみをですね、悲しみを家族に与えるか、本当に、もう一生涯引きずっていかなきゃならないような、ね、一生涯、引きずっていかなきゃいけない悲しみを負うと思います。私は家族の一人が自死で死んで、家族中が暗くなった家庭を3つ4つ知っていますが、本当にかわいそうですね。本当に、そのことでもう家庭がもう真っ暗という、家庭が真っ暗でもう何をしてもその喜びがない、笑いがないという、そういう家庭になります。私が今日このようにですね、このテーマを言いたかったのは、やはりニコ生でね、死にたいと思ってる人は結構いると思うんですね。まあ、自殺願望を持ってる人がたくさんいると思うんですが、自分が死ぬということはですね、どれほど家族に大きな悲しみをもたらすかということをですね、知ってもらいたいということですね。生きてるときはですね、まあ、親子を喧嘩したり、ね、こう言い合いしたりしてるかもしれない。しかし実際に死んじゃうとですね、今の文章のように本当にですね、自己嫌悪になっちゃって、ね、喧嘩したことによって死んだのか、自分が言ったことによって死んだのかということで、家族は自分を責めるようになるわけですね。そして ああいうことしなければよかったな、こういうことしなければよかったかなということで、
今のお兄さんの話じゃないけど、もし生き返ったらもう優しくして怒ったりしないで、もう本当に、好きなことをさせたいというそのような気持ちになるんですね。まあ、それがとてもなんかこうキリスト教とに似てます。キリスト教っていうのはまさに神の愛で人を愛するというのはね、神の愛で人を愛するっていうのはこう人を責めたりね、この悪口言ったり、この争ったりするんじゃなくて、本当に生きててよ、生きてて素晴らしいんだよ、生きててあなたが生きてることは私にとって嬉しいんだよという、まさに死んだ人が蘇ったかのようにね、死んだ人が蘇ったかのように喜んであげる、生きてる人を喜んであげる、悪い人であったとしても喜んであげる、それがキリスト教なんですね。ぜひ皆さん、人間の命はものすごく大事なんだ、人間の命っていうのはものすごく大事なんだという、その感覚をですね、死んだ時に気がつく、人が死んで初めてその命の尊さを気がつくんだけども、生きてる時にそういう気持ちを持つことが大事なんだということですね。いじめにあったら誰でも死にたくなりますね、お前なんか死んじゃえなんて言ったら死にたくなっちゃうわけですね。ですからいかに、世の中はそういう、ね、愛がないために、神の愛がないためにたくさんの人が死んでるんだ、神の愛がないためにたくさんの人が死んでるんだということを知ってほしいんです。ですから今私たちは悔い改めて、ね、人を責めたり、人に悪意を持ったり、意地悪したりすることをやめて、人をいじめることをやめて、ね、愛することを覚えなきゃいけないんだ。しかしそのためにはイエス・キリストがどうしても必要なんだ。イエス・キリストを信じて初めて人を愛せるんだ。罪人のままでは愛せないんだ。罪人のままでは人を愛せない、イエス・キリストを信じて初めて愛し合うことができるんだよ。人をいじめることをやめることができるんだということ、そのことをぜひ知ってほしいのです。自死遺族の方々もですね、本当にイエス様を信じることによってまた希望を持つことができます。生涯暗いままの家族が、多いですけれども、しかし自死遺族の方もイエス・キリストを信じるとまた希望が出てきて、その暗い気持ち、ネガティブな気持ちから解放されますね。本当に辛い、その死に打ち勝つことができます。死というのは本当に、悪魔の力と言ってもいいですね。死というのは悪魔の力、人間は悪魔の力によって本当に苦しんでしまうんだということですね。悪魔は死を通して人間を苦しめている、そして、もっともっとこの死に引っ張ってるんだということなんですね。そういうわけで皆さんがもし、その自殺願望がある方がいたら、ぜひ、ね、死ぬということはもう本当に家族も巻き込んで、家族の生涯も本当に、苦しめてしまうんだよということを知ってほしい。そして本当に、死んで解決しないんだということですね。死というのは、救われてないで死んだらばもう地獄に、直行みたいな、地獄に直行してしまいます。だから死んで楽になるどころか、ね、死んで楽になるどころか死んだら、地獄に直行みたいな感じになります。そして本当に家族に大きな苦しみを与えるということですね。ぜひ皆さん、その皆さん自身が、死んじゃいけない、自殺しちゃいけないということをしっかり理解すると同時に、皆さん自身が人に対して、死ねとか言ってはいけないということですね。いじめてはいけない、
そして皆さん自身が自殺防止の運動をしてほしいということですね。皆さんのこれから そのネット活動の中で、まあ、リアルの活動の中でも、その自殺を防止するために伝道してほしいということですね。イエス様を伝道すること、イエス様を伝道することが本当に自殺を防ぐということを私は確信しています。確信しています。イエス様を信じて、自殺をやめた人がたくさんいますね。イエス様を信じて自殺をやめた人がたくさんいるんです。家族の中で、家族の中で一人でもクリスチャンが、生まれたら、その家族が祝福されます。クリスチャンになるということは、霊的に、生き返る、霊的に命を持つという、ね、ちょうど自殺の反対みたいなものなんですね。クリスチャンになるというのは自殺の反対、つまり命を得る、生き返る、神から生まれるという、そういう感覚です。自殺というのはもう本当に、死んでしまう、地獄に落ちてしまう、ね、悪魔に負けてしまうという、そういう感覚ですね。ですからぜひ皆さん、みんなが救われるために生涯伝道し続けます。アメン。みんなが救われるために生涯伝道し続けます。素晴らしい、リトルさん。生涯伝道しましょう、ね、死ぬまで伝道しましょう。生涯伝道しましょう。人を救うために、人を救うために、人をその地獄から救うために、人が幸せになるために、人が天国に行くために伝道しましょう。伝道しましょう、ね。みんなで天国に行きましょう。アメン。みんなで天国に行きましょう。本当に家族全員祝福される、そうですよ。一人の人がクリスチャンになったら家族が祝福されます。家族が祝福されます。一人の人が自殺したら家族が呪われますね。家族が呪われるのです。ちょうど反対なんだということですね。カズノコさん、家族を救いたいです。アメン。今日の御言葉はですね、最近やったことがあるところなんですが、もう一度ちょっとやりますね。第一コリント15の53、第一コリント15の53、朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず、死ぬ者は必ず不浄を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちない者を着、死ぬ者が不浄を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。朽ちないものというのは聖霊様のことだと思いますね。朽ちないもの、永遠の命ですね。イエス・キリストを信じると聖霊を受けます。その聖霊は永遠の命です。朽ちるものが朽ちないものを切るというのは、クリスチャンが永遠の命を切るということです。永遠の命を切ることによって私たちは永遠に生きることができます。永遠の命を切ることによって、永遠の命を切ることによって私たちは主に勝利できるのです。主に勝利できるのです。私たちは、主に打ち勝つことができるのです。多くの人はまだ朽ちないものを着ていないので、朽ちないものを着ていないので、死を持っていると言ってもいいでしょう。死を持って、多くの人は死を持っている。しかしクリスチャンは、永遠の命をイエス様によっていただきますので、永遠の命を持っていることによって、朽ちない体になって、
死に勝利ができるのです。十字架は、イエス様が死なれたその姿ですが、イエス様は私たちの代わりに死なれて、私たちの代わりに死なれて、私たちが永遠の命を持つために、永遠の命を持つためにイエス様が死なれたのです。私たちに永遠の命をくださるために、私たちに永遠の命をくださるためにイエス様が代わりに死んでくださった。それが十字架なんです。それが十字架なんです。十字架によって私たちの罪が許され、十字架によって永遠の命をもらえるのです。十字架によって永遠の命をもらえるのです。これがキリスト教です。これが真理です。これが福音です。これが救いなんです。皆さん、すべての人はイエス・キリストを信じて救われなければならないのです。すべての人はイエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて永遠の命を受けなければならないのです。永遠の命を受けなければならないのです。すべての人は不義を着なければならないのです。すべての人は死に勝利しなければならないのです。死に勝利しなければならないのです。ハレルヤ、救われました。イエス様を信じて救われました。イエス様を信じて救われました。アメン、アメン。皆さん、キリスト教は、死に勝利をした、永遠の命を持っている、永遠の命を持っている、死に打ち勝った、死に打ち勝ったというのがキリスト教です。十字架以外に死に勝利する方法はありません。十字架以外に、十字架以外に勝利することはないのです。サタンに勝つことができません。死に勝利することはできません。十字架だけです。十字架だけです。十字架によって誰でも死に勝利することができるのです。永遠の命をもらうことができるのです。皆さんも不義を切ることができるのです。イエス様が全てです。はい、そういうわけで、ぜひ皆さん、このキリスト教の真理は、永遠の命を持つことなんだということですね。永遠の命を持つこと、油注ぎを受けて、油注ぎを受けていつも信仰で燃えてる、聖霊で燃えてるということは永遠の命を持ってるということです。信仰によって歩むということが永遠の命を持ってるということなんですね。ぜひ皆さん、信仰で歩みましょう。イエス様を信じて信仰で歩みましょう。永遠の命のうちを歩みましょう。死のうちを歩んではいけません。死の中で歩んではいけません。命の中で歩みましょう、ね、命の中を歩むのです。はい、アメン。死を考え実際行動したことがあります。聖霊の油注ぎで燃えています。アメン。はい、それではちょっと英語やりましょうね。英語、今日はですね、どこだったかな、ですね、ここですね、マタイ18の5、マタイ18の5、And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. 誰でもこのような小さな子供を私の名によって受け入れる者は私を受け入れる。誰でもこのような小さなものを私の名によって受け入れる、小さな子供を私の名によって受け入れるならば私を受け入れると書いてありますね。 And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. どういう意味かと言いますとね、
イエス様を信じるこの小さなもの、子供ですね、子供をイエス様の名によって受け入れるならば、イエス様を受けるということなんですね。クリスチャンを、クリスチャンだとして受け入れるならば、イエス様を受け入れることになります。皆さんが私をクリスチャンとして、イエス様の弟子として私を受け入れるならば、イエス様を受け入れることになるのです。リスナーの皆さん、私をイエス様の弟子だということで受け入れるなら、皆さんはイエスキリストを受け入れているのです。皆さんはイエスキリストを受け入れているのです。喜んでください。私をクリスチャンとして、イエス様の弟子として受け入れるならば、イエス様を受け入れています。受け入れています。アメン、アメン。クリスさん、こんばんは。それではですね、明かしタイムいきましょうね。明かしタイム、明かしタイムね、死に勝利した明かしタイムね。イエス様を信じて死に勝利したという、死に勝利宣言証、死の勝利宣言証スタート。死の勝利宣言証、永遠の命、イエス様に感謝します。イエス様を信じたら生きる意味を見失わなくなりました。死にたかったけどこの放送で救われました、ハレルヤ。死にたかったけどこの放送で救われました、ハレルヤ。人間関係に疲れて死を考えて行動したことありましたが、できませんでした。死が身近に感じたとき、イエス様に救ってもらいました。イエス様を信じたら生きる意味が分かりました。一度死にましたが、イエス様のおかげで復活しました。イエス様に罪を告白し、永遠の命をいただきました。どんなにひもじくても永遠に輝きたいので生きたいと思います。イエス様をもっと信じれるようにしてください。イエス様に願ったらストレス解消されて生きる希望を取り戻しました。クルーズからこの放送に惹かれてきました。ロックを捨てたら生き返りました。福音を知らない、救われていないクリスチャンが多いのが分かりました。イエス様によって死から命に移されました、アメン。いろいろな教会に行きましたが、この教会で初めて救われた気がします、アメン。ハレルヤ、素晴らしい。この放送のおかげでニートでも生きる勇気が出ました。キューチャーの放送聞いてると、この世にそれほど関わる必要もないように思われます。イエス様の定めた人生を全うしようかと思います。イエス様が唯一の救い主です。 なぜあなたはそんなにイエス様を信じるのですか。素晴らしい方だからです。素晴らしい方です。神様に養われるので将来不安などないです、アメン。自殺はイエス様を悲しませます。どうもよくわからないのはこの世がいいのか悪いのかということです。自分が幸せになれば家族も救ってもらえる、素晴らしい教えですね。この放送でイエス様を感じました、アメン。この放送で年金生活でもすごく安心できます。
イエス様はあなたに何をしてくれたのですか。死んでくださったのです。私のために死んでくれたんです。キューちゃんが生きてるんだから僕も生きてていいんだと勇気が出ました。アメン。イエス様のおかげで命の尊さが分かりました。イエス様を信じればあなたも家族も救われます。ガジマ牧師の集会は10月の9、10、11ですね。東京は東京、あとはちょっとまだ分かりません。リバイバルしか希望がありません。救ってください。この放送で無職でも信仰があればいいと知った。イエス様は本当に我々を愛していると分かった。天国で永遠に生きられるので死が怖くなくなりました。アメン。自殺は悪魔を喜ばすだけだと分かりました。イエス様に会った時恥ずかしくないような生き方をしたいです。アメン。ガジマ牧師の集会参加したいです。猫背やめたら体が軽くなった。神様ありがとうございます。アメン。キューちゃんですら生きてるんだから俺が生きてて当然だと思った。本当の仕事は信仰であり、自分がニートではないと分かりました。明日会社に行きたくないんですが、どうしたらいいですか。死亡を死亡するのをやめました。イエス様が真の勝利者です。イエス様に委ねれば人生は喜びに変わります。どうか交通事故の後遺症を癒して治して癒してください。ニートで、受会に行こうかと思ってましたがやめました。アメン。侵略したアジアの国々に回って謝って回りたいです。ガジマ氏がキューちゃんの放送に出てくれたらいいのですが。イエス様のおかげで体調が良くなってきました。会社の人たちに伝道しています。去年はガジマ氏と個人的な話ができてハレルヤでした。自殺が多い日本は悪霊国家だと思いました。イエス様と友達になりたいです。キューちゃんごときが生きてんだから俺が生きてもいいと思いました。アメン。日本の罪をアジアの人が許すには信仰しかないと分かった。社長を LTA に連れて行きます。今度の選挙はクリスチャンを推薦すべきだと思った。アメン。日本は偶像崇拝する最悪の国だと思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージですね。キューちゃん、日本の政治を救うために選挙に出てほしいのです。
政治家よりもですね、皆さん、政治家よりも、伝道師の方が世の中を良くすると思いますね。政治では良くなりません。もちろん、クリスチャンが政治家になることはいいことだと思いますが、世の中を良くするには伝道した方がいいんですね。伝道した方が。明日祈り会はいけると思います。明日祈り会に参加します。アメン。はい。小太郎さん、伝道します。ファイナルメッセージします。ファイナルメッセージ。はい。よくわかりました。政治家より伝道ですね。アメン。はい。私たちは、命と死というものが、すごく大事な、教えなんですね。命と死。この間、金星だったかな、火星だったかな、火星のですね、この地面の映像が来ましたよね。火星だったですか。まあ、その時ですね、こう地球と同じような、こうね、石ころだらけで、山が山脈かなんかありましたよね。だけど、全くなんかこう植物もなければ動物もいないような感じでしたよね。月もそうですね。月もなんかこう石ころだらけで、山とかクレーターはあっても、あれですね、生物がないわけです。で、まあ私からすると地球だけだと思いますね。地球だけ。地球だけに生物がいて、地球以外の星には生物がいないと思います。で、それは神様が、ね、命と死というものを教えたいんですね。命と死の違い。つまり月とか火星は死の世界ですね。命がない世界。そして地球は命にあふれる世界。神様は命がどれほど大事か、素晴らしいかということを教えたいのです。死の世界がどれほど、残酷なのか、ね、死がどれほど残酷なのか、命がどれほど素晴らしいかということを教えたいのですね。そして、動物も人間も死にます。そして、神様は人間の死を通して、ね、人間の死を通して死を教えようとしているのです。で、肉体の死というものが本当の死じゃないんですね。肉体、誰でもまあ死んじゃう、肉体は死ぬわけですが、本当の死は第二の死というのがあって、まあ、地獄に行っちゃうことが第二の死なんですね。神様は、肉体の生死を通して、本当の命、本当の死というものを教えたいのです。私たちは、その経験的に肉体の命しか知らなかったんですが、十字架を通して、ね、イエス様は十字架にかかって死なれて3日目によみがえりました。復活しました。イエス様は、命のお方です。よみがえりのお方ですから、イエス様は肉体の死というものを超越する命というものを見せてくれたんですね。つまり、イエス様の復活というのは、まさに永遠の命があるよ。永遠の命があるよ。肉体の死で終わっちゃうんじゃないんだよ。死を超越することができるんだよ。死に勝利することができるんだよということを、イエス様は十字架と復活で教えてくれたんです。クリスチャンはイエス様の十字架と復活を信じます。その十字架と復活を信じることによって、私たちは、ああ、私たちも死んでもよみがえるのだ。死んでもよみがえるのだ。永遠の命をもって天国で永遠に生きることができるんだということを信じることができたのがクリスチャンなんです。クリスチャンというのは、イエス様の復活を通して、永遠の命を信じることができた人たちなんです。ですから、クリスチャンは希望があるのです。
希望があるのです。クリスチャンは、永遠の命の希望があるのです。だからクリスチャンはいつも喜べるのです。いつも楽しいのです。ポジティブなのです。クリスチャンはポジティブなのです。永遠の命を持ってるから、永遠の命を持ってるから、死んでも生き返るから、天国で永遠に生きることができるから、永遠に生きることができるから、クリスチャンはポジティブなんです。明るく生きることができるのです。強く生きることができるのです。ネガティブに勝つことができるのです。皆さん、クリスチャンの方々はいつも喜びましょう。いつも喜びましょう。私たちは永遠の命を持っているのです。そしてその、救われた保証が油注ぎです。油注ぎというのはまさにその、永遠の命の保証なのです。証印なのです。その手付金なのです。前味なのです。油注ぎは永遠の命の保証なのです。皆さんもイエス様を受け入れて希望のうちに会いましょう。多くの人が苦しいのは、多くの人が元気がないのは、まだ救われていないからです。永遠の命を持ってないからです。永遠の命を持っていないので、多くの人は死んでいるのです。霊的に死んでいるのです。だから苦しいのです。だから楽しくないのです。だからネガティブなのです。救われたいです。アメン。皆さん、命と死、命と死、私たちは肉体の命と死を通して本当の命と本当の、本当の死というものを学んでいます。イエス様はおっしゃいました。私が命です。私がよみがえりです。イエスキリストが命なのです。イエス様を持っている人は永遠の命を持っています。聖霊様を持っている人は永遠の命を持っています。油注ぎを受けて信仰で燃えている人は永遠の命を持っているのです。私たちの中に命である方がいるのです。皆さん喜びましょう。兄弟姉妹の皆さん喜びましょう。私たちは命を持っているのです。命の方を持っているのです。その方を持っている限り私たちは永遠に生きることができるのです。永遠に生きることができるのです。ですから、悪魔に打ち勝つことができるのです。悪魔のその死の力を打ち破ることができるのです。皆さん、イエス様によって私たちはサタンに打ち勝つことができて、悪霊に打ち勝つことができて、そして、その死に打ち勝つことができるのです。死に打ち勝つことができるのです。古い自分は過ぎ去りました。イエス様が新しくしてくれました。喜びます。家で踊り賛美しました。アメン。喜びましょう。喜びましょう。喜びましょう。皆さん、イエス様を信じている方々は喜びましょう。アメン。アメン。そして、日本は今死んでると言っても過言じゃないでしょう。日本は死んでいます。 99% の人は、死んでいるのです。幸せな気持ちになりました。そしてその日本に伝道するということは日本を生き返すということですね。死んだ日本を生き返らす、これが伝道です。一緒に伝道しましょう。一緒に伝道しましょう。日本に命を注ぎましょう。日本に命を注ぐのですね。それでは招きをします。今日のお話で、ああ死というのは怖いな、死に負けてきたな、死の力を受けてきた、命が欲しい、イエスキリストを信じて命が欲しい、命の力が欲しい、そのように、思う方、イエス様を信じて永遠の命が欲しい方、アメンと言ってください。イエス様を信じて、命が欲しい方、生きる
力が欲しい方、アメンと言ってください。アメン、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 素晴らしい。アメン、アメン、アメン。キューちゃんの願っているリバイバルもそれで実現できるチャンスはあります。アメン、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 素晴らしい。アメン。じゃあアメンと言った方はこう言ってください。イエス様、永遠の命をください。永遠の命をください。罪を許してください。あなたを信じます。あなたを信じます。永遠の命をください。永遠の命をください。アメン、アメン。お祈りします。天のお父様、多くの人はサタンにやられて、死の力を受けています。サタンの力で病気になり、サタンの力で、怒りを持ち、サタンの力で憎しみを持っています。悪霊を受けています。偶像崇拝や不貧困で悪霊の奴隷になっています。どうぞ彼らを、救ってください。あなたを信じました。あなたを信じました。彼らから悪霊を追い出し、彼らから悪霊を追い出し、永遠の命を与えてください。永遠の命を与えてください。彼らを救ってください。彼らを救ってください。日本を救ってください。日本が、命、あなたの命でみなぎりますように。あなたの命で日本がみなぎりますように。日本があなたの命で生き返って、日本が生きた日本となりますように。死んだ日本が、死んだ日本が生きた日本となりますように。イエス様、どうぞ日本を生き返らせてください。日本を生き返らせてください。日本を救ってください。アメンと言った方々がクリスチャンとなって、これからはあなたの味方をして、伝道するようになりますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。はい、皆さん、今日は、命と死というテーマで学びました。天国は命の世界です。そして地獄は死の世界です。誰でも死は忌まわしいですよね。忌み嫌います。その死というものをは誰だって嫌です、ね、誰も死にたくないです。だけども、そのイエス・キリストを信じないということが、イエス・キリストを信じないということがもうすでに死の世界に入っちゃってるんだよという、まあ極端に言えばこの世は死の世界と言ってもいいですね。この世の中は死の世界、この死の世界から出て、命の世界、神の国に入ることが大事です。皆さん、ぜひぜひイエス様を信じて神の国で行きましょう。神の国で行きましょう。死の内を歩まないで命の内を歩みましょう。クリスチャンが愛し合う世界、クリスチャンが愛し合う世界、そこが、命の世界です。以前からちょっと支部を作りたいと思ってるんですが、まだちょっと皆さん連絡ないんですが、皆さんの地域でですね、こう支部を作りたい方は連絡ください。で、近くの人を紹介して、支部を作りたいと思いますので、大阪支部とか、名古屋支部とか、札幌支部とか、そういう支部で、こう、リアルでも、この、交わる、そのような支部を作りたいと思いますので、スカイプで連絡してください。スカイプで連絡してください。はい、ありがとうございました。それではですね、もう時間ないですね。今日は水曜日。明日木曜日ですね。はい、ありがとうございました。また明日お会いしましょう。本当に来てくださって感謝します。一緒に学べたことを感謝します。続けて祈ってください。ありがとうございました。
失礼します。おやすみなさい。シャロン、シャロン、シャロン、アメン、アメン、シャロン。